着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、こちらね、今結構評判を呼んでいますユニクロさんのナロースカート、はい、そしてね、こちらは GU のナロースカートではないんだけれども、カゴロングスカート、この2つね、雰囲気的に形が割と似てるので、ちょっとね、比較をしていきたいなっていうふうに思います。はい、というわけでこのチャンネルを最後までご覧いただいて、楽しかった、面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは比較&コーデいってみよう。はい、それではご紹介したいと思います。はい、こちらですね、商品名がドライスウェットナローマキシスカートです。01番オフホワイトを購入しました。 M サイズです。 80% ポリエステル、 15% レーヨン、 5% ポリウレタンです。金額は2990円。まあ、この金額もね、なかなかね、いいんですよね。はい、そしてね、この足元のところのスリットがね、マキシロング丈っていうところもあるので、結構深めに入ってます。だからといってそんなにね、いやらしく足が見えるってわけじゃなくて、足さばきがいいようにこのようにスリットが入っております。ほぼほぼね、まっすぐな状態ですよね。はい、ストンと落ちた感じなんです。ただね、これね、ポリウレタンが入ってるってことでもお分かりのように、本当にね、ほぼほぼジャージ素材です。スウェットパンツの素材ですね。スウェットパンツの素材なのにこんなに綺麗にできちゃうんだっていう感じ。ちなみにね、裏地の部分っていうのがこんな感じって言えばわかるかしら。はい、スウェットパンツの内側だとタオルみたいなね、ちょっとループ状のものだったりとかっていうのがあるイメージがあるかもしれませんけど、さらりとしたつるっとした素材ですので、基本的には滑りやすい、ね、タオル地みたいなものだとこの辺りで引っかかったりってことがありえるかもしれませんけれども、スルッとしてるので落ち感があるタイプで、はい、履きやすそうですね。はい、私はね、なぜかね、M サイズを今回購入しています。もちろんこれね、色がね、黒だったりとか、あとはベージュですね、とかもあるんですけれども、黒だとちょっとね、この素材だと、ボテッとして見えるのかなって私が思ったので、この色にしたんですね。で、これで L とかだと、膨張色がゆえに太って見えるかなと思って M にしました。はい、後でちょっとね、履いているところをご覧いただいて、ご判断いただきたいと思います。はい、そしてこちらね、こちらは GU のカーゴロングスカート Q でございます。56番のオリーブカラー、ポリエステル 44%、 そして綿が 43%、 ナイロンが 13%。 こちらはね、 L サイズを購入しています。2490円です。とにかく軽いんですよ。軽いのとシャカシャカ系なのと、しかもね、なんとね、これね、このようにね、ちょっと形がね、デザインできるような感じっていうのかな、長さをコントロールというか、カゴパンツのようなデザインがついているというね、ちょっと遠目から見た方が分かりやすいかな。はい、はい、こちらはまっすぐストーンだけども、こちら側はちょっとね、クリクリュッとしてるの分かります？はい、両方とも3000円以下でお釣りも来る素敵なスカートでございます。それでは行ってみよう。じゃん、はい、いかがでしょうか。 M サイズなどでね、ちょっとだけ私にはね、ここの大天使のところがね、ちょこっと気になるなーっていう感じがありますけれど、いかがでしょうか、ね、やっぱり L サイズの方がストンとするのかなっていうふうに思いますけれど、丈的にはね、ちょっと少し下に履いたらいいのかもしれないですけど、このシャツがね、ブラウスがね、少し短めなので、通常のウエストのところに位置におります、はい、後ろはこんな感じです。どうでしょう、私はね、ちょっと身長的に膝の後ろぐらいが見えてる感じがあると思いますけれども、160センチぐらいの方であれば、もう少しね、下のところから足が見えないような状態になっていると思いますので、ご安心ください。はい、さっきね、ちょっとお伝えし忘れたんですけど、こうウエストのところにね、コントロールする紐がついておりますので、ちょっとね、外に出していただければスポーティーな感じの印象になりますし、ちょっと大きいね、L サイズとか XL を購入されて、ここをコントロールして、ヒップ周りをね、ちょっと余裕を持たせて、でもウエストは今の紐で調整するっていうことも可能です。はい、足元はね、イーゴルさんのパデットクロスデザインサンダルでございます。はい、そして持ってるバッグも同じく、はい、パデットデザインのバッグでございます。スリットがちゃんと開いてるからっていうのもありますけれども、なかなか歩きやすいし、さっきね、ご覧いただいたこの
スカートの裏側つるっとしてるって話しましたが、つるっとしてるからといってベタっとくっつく感じじゃないんですね。今素足でね履いてますけれども、足にまとりつく感じがないし、サラサラしてて歩きやすいし涼やかでございます。はい、じゃん、はい、ワントーンコーデでございます。はい、上下ユニクロで揃えてみました。はい、上は 3D メッシュクルーネックセーター、なんか 3D メッシュクルーネックセーター、はい、でございますね。はい、合わせてる靴とバッグは同じものでございます。はい、ニボルさんのパレットシリーズですね。2990円のスカートには見えなくございませんか。はい、このメッシュニットセーターは確か3990円だったと思いますので、はい、何円コーデ、いや、これ3990円だったよね。2990円だ、こちらも。あら、なんと5980円セットでございます。はい、そんな感じに見えませんよね。結構大人ないい雰囲気じゃございませんか。ちょっと私にやっぱりね、スカートね、これ M はね、ちょっとだけ無理しちゃったかなっていう感じがします。やっぱりね、L サイズの方が良かったなと思いますので、お腹周りとかね、この腰周り、ちょっと余裕のあるサイズの方がおすすめします。はい、ちょっと私はとあるね、その動画の関係である方をメインで買い物して、その時に試着をせずにパッと買ってしまった関係で無理しちゃったな、 L にすべきだったなって後悔しているイガラシでございました。はい、じゃん、はい、GU のカーゴロングスカートを履いてみました。いかがでしょうか。カジュアルなんだけれども、大人っぽさというか、ちょっとシックな印象もあると思いません？それは多分ね、この長さにあるんだと思います。まあ、私、身長170センチですので、多分ちょっと160センチぐらいまでの方は、かなり足首近くまで来るんじゃないでしょうか。はい。私が履いてるのは L サイズで、まあ、ウエストをね、ちょっとね、もっと上の位置に上げてしまうと、ある程度足首は見えますけれども、多分ね、皆さん、かなり長いと思います。まあ、長いからこそ、あれよあれ、はい、ここね、これをコントロールして、足さばきっていうのが良くなるような感じなんじゃないでしょうかね。ここをどん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 調整して、上に上げていって、このスカートってね、まあ、金額的にももちろんお安いっていうのもありますけれど、例えばこれからの季節、ちょっとキャンプ行ったりとか、キャンプで川の方行くとね、ちょっとあのブヨが出たりとかっていう時期もありますけれども、水に濡れたとしてもさっと乾く素材だし、パラシュート素材的なところもあるからね、どうでしょう、長さがだいぶ変わってくるんじゃないでしょうか。これ今合わせてるのはユニクロ U の2年前のノースリーブのセーターで、でもし今までの動画でもお話ししたのしましたように、 GU のねメッシュセーターのノースリーブで黒で代用することもできますし、もちろんこの色でもねいいんですけれども、はい、サマーニットと合わせて虫になるときは逆にこういう感じでね、ストンと落としてしまった方が私はシックになると思います。私が選んだのはオリーブですけど、オリーブと黒って合うじゃないですか。でもちろんオリーブとネイビーも合うし、割と焦げ茶みたいなものも合うし、もちろん白も合いますけれども、ちょっとねダークな色のものと合わせる方が夏のシックな大人の装いになると思うんですね。ちょっと見た目よりも高みな印象になるしね、この色だとね、特にこの色にプラス濃い色、はい、グレーだったりとか黒だったりとかもありますけれど、私はオリーブを選びました。はい、先ほどのこちらのユニクロさんのと比べてみて、まあ、もちろんね、巻き丈という丈の長いところ、そんなにこれもほら、すっごい幅があるわけじゃないじゃないですか、少しだけ微妙にこちらよりも裾が広がってますけれども、このナロンタイプのね、スカートを、しかもね、巻きタイプ、割と長めのタイプのものをお召しいただく上で、タイプが全然違うけれどもね、なかなか両方ともね、コーツつけがたい感じがいたします。はい、いい感じです。じゃん、はい、まあニットでねずっと合わせていますけれども、長袖でね合わせて中に合わせているのはね、マメさんのランニング、はい、色味をねインナーとボトムスを合わせてみました。はい、いかがでしょうか。で裾をね、はい、こんな感じでシャーリングしております。
あとでね、ちょっとね、T シャツに合わせたところもご覧いただこうかなと思いますので、このタイプはね、多分 T シャツの方がより合うと思いますが、一応ね、このちょっと透けてオリーブグリーンが見えて、下からオリーブグリーンが見えるっていうのをちょっとお見せしたかったので、着てみました。はい。私、両方ともコートつけたくて、どうしようかなって、別にこれコートつけるコンセプトじゃなかったんですけど、はい。両方ともね、なかなかこの値段で、このクオリティ、素晴らしいと思います。はい、ミニティーと重ね着して、はい、帽子をかぶってみました、この帽子は多分2年ぐらい前だったかしら、イネスさんのペーパー中折れハットだったと思います。キャンプスタイルっていう想定で、はい、キャンプだったりとか海でもいいですよね、はい、海でちょっと2枚重ねてるからね、ちょっとだけ暑い感じがしますけれども、はい、水着を着てその上にこのカゴロングスカート、そしてちょっと T シャツを着るっていうスタイルもいいんじゃないでしょうか。はい、大人の夏のカジュアルリゾートっていう感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。ユニクロさんにしても GU さんにしても、スカートももちろんそうですけれどね、今時感があるものがどんどん出てるのと、それからね、素材がものすごく良くなってること、それからね、スタイルをねきちんとよく見せることをね、きちんと研究されてらっしゃるなって、真剣っぽだなというふうに拝見しております。でもう少しね、 GU さんにもスカートがね、たくさん新しいものが出てたりとかして、すでに入手してますのでね、ちゃんと他にもスカートをご紹介したいと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちください。はい、今日の私のコーデなんですけれども、アトリエエムズさんのスキッパーのブラウスですね、下まで開いていないスキッパースタイルの袖のところが、リボンを引っ張るとプシュッとした感じでパフスリーブっぽく見えるタイプのブラウス、そしてこの下がルクラッセさん、はい、のミラクロストレッチワイドクロップドのパンツでございました。はい、足元は、はい、ヘビロテのサム・イーデルマンのビーチサンダルでございます。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。多分